つ森。カーニバルのステージを子犬たちが囲んでいます。かなり注目度が高くなっているこの舞台、現れたのはタチマルです。一体どんなパフォーマンスを見せてくれるのか。ステージの中央に立ちました。さあまずは終わりました。踊った時間はわずか 0.1 秒、ゴールデンボンバーよりも短い。これがスターの立ち振る舞いです。あつ森。ピエンのダンサータチマルが舞台袖にはけてきます。しかしどこか浮かない表情を浮かべています。 0.1 秒ダンスは事務所の方針、本人はもっと踊りたいというところなんですが、指示に従うしかありません。自分の意思を貫くか、はたまた組織に従うか、葛藤しながらのフェードアウト。人気者の素顔は意外と繊細です。あつ森。波打ち際、あちらの世界に引っ掛けているジョニー。これから始まるのは復活の儀式です。水35リットル、炭素 20kg、 ツタンカーメンによる人体錬成が始まります。重厚なパーカッション、魂に直接呼びかけていく。なんとか会話はできるようですが、まだ生き返ってはいません。大切なのは諦めないこと。何度も重低音を響かせます。心を燃やせエジプト柱、3度目の正直なるか。起き上がりました。エジプト流クロマ術大成功です。あつ森。案内所前のヨガがモーニングルーティーンとなっています。ボーダーの似合う女の子、しっかりと腹斜筋を伸ばしていく。それに付き合っているのが猫のブーケ。ただ少しタイミングが違うようです。内側の方へと体を傾けていきました。さあそして続くように女の子が傾けていく。となるとこれはいわゆるフュージョンが完成してしまいました。悟空とベジータ合わせてゴジータのような感じです。ブーケとボーダーブーボーです。あつ森。どうしても夏が待ちきれませんでした。ヤシの木とそれっぽい音楽があれば夏じゃなくても夏を満喫できる説検証しているメイプルですが、どう考えても寒そうです。シベリアから吹く寒波が日本海側に雪を降らせます。いてつくような潮風に背中を向けながら精一杯歌詞をなぞっていく。けなげすぎるメープル。任天堂スイッチの設定からタイムトラベルしてあげるしかなさそうです。あつ森。客寄せアイドルのクリスチーヌ、今日もイトーヨーカ堂でライブを行うようです。暇な時間を作っては店長も精一杯盛り上げていく。その会場に現れたのは港区女子のミスズです。リズムに乗っていますが歌を歌い出しました。アイドルの見せ場を横取りしようというお嬢様、承認欲求のお化け、いいねが生きがい、インスタグラマー女子を遺憾なく発揮してきています。本物のアイドルに対してマウントを取っていきました。あっけに取られたクリスチーヌ、このメンタルには脱帽です。あつ森。無人島にクラブが完成しました。そしてそこで楽しんでいるのがまさかの幽霊ユータロウ。この世に未練を残しすぎています。ここは僧侶としてしっかり成仏させなければならないでしょう。ただ坊主も坊主で楽しんでいる。この雰囲気に飲まれました。今が楽しいことが一番大切。仕事のことは完全に忘れています。そしてこの表情です。煩悩まみれです。あつ森。何か嫌な気配がします。全力で走るハク様です。チャチャマルに話しかけていきました。近くにはサソリがいます。ここはチャチャマルと共闘することになりそうです。まずはハク様が特攻、そしてチャチャマルがバックアップです。試される連携力、果たしてサソリを捕まえることができるか。虫網空手に近づいていく。刺されました。チャチャマルの特攻命令で命を落としました。